で、着地狩り。で、次。次。お、登ってきます。これ、着狩り。着狩り。てか、ドラゴンが死んでんだ、これ。そう。おー、登ってこない、こいつ。下にいる。着地で、殺す。殺す。はい。で、ここね、倒すか駆け抜けるかどっちかっす。あいつでしょ？あれさ、壺とかってさ、あのアイテムコマンドに設定とかできないの？これ。あ、できますよ。まず、インベントリー、装備から装備開いて、装備開いて、あの S とかがある欄。装備ね。戻る。装備。あー、はいはいはい。ここにセットするんだ。はい。じゃあ2人で投げつけます。投げつけよう、倒そう。で、使うのは R なんで、ロックオンしてもらって R で使う。R ボタン？ロックオンできます？ロックオン Q ボタンできる。OK、ロックオンして R です。あいつ一回呼び出し、当てつら呼び出して、そうそうそう。一回引く？一回引いて、一人火炎壺投げて一人切りつける感じ。いや、二人で投げつけるかも。で、ここに行くと、はい、来た。あれ？いない。倒さなきゃいけないの？来た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 。怖え。行くぞ、投げつけるぞ。あ、上までね、上まで帰っちゃった。ロックオンできてんのか？あ、できた。できた。投げるよ。イエイ！投げてて、投げてて。投げる投げる投げる。待って、あと3個、あと3個ある。あと、うわぁ、こっち来たー！あぶねえ。あぶねえ。え、もうゲージないよ、得て。回復し回復。ゲージゼロだけど、これ。あぶねえ。よし、全部使っちゃった。あ、また火炎壺ゲット。あんなのさ、やばいよね。なにこれ、ラッキーアイテム。ラッキーアイテム。そう、これ結晶トカゲって言って、うん、これ倒すと武器強化できるレアなアイテムがもらえます。よっと。でもこいつメタスラと一緒で逃げちゃうんですよ。あ、だから追いかけるってこと。追いかけて、そう、ね、倒すんだ。消える前に追いかけて。こんだけかな。で、こういうのね、覚えとくとまた周回とかね、2回目とかにこうサクッと倒して回収してて、基本全部覚えゲーなんで。これはー、下に大きいのがいますね。で、こっち行って、あ、はしごですね。はしご。ちょっと、いた。あぶねえ。奥にもいた。上がってくる。あ、やばいやばいやばい。一旦引こう、一旦引こう。ここで。はい。落ちたら死にますからね。はいよ。奥。おお、かすった。登ってきてる。まだいんのかい。あぶね、落ちる。オッケー。で、地下。行きますよ。あ、ちょっと死体落としといた。なんか来た。じゃあ、また強いやつじゃん、あれ。ガード大事、ガード大事。しっかりガード、しっかりガードして。え、なんで向こう行ったん？
まあ、暗い魔法攻撃。ガドガドガド。ここ。えい。こっちはなんかあるかな。上にもいるよ。ボウガン。死ね。ああまだいる。右。見えてるよ。あぶねえ。ちょっと一旦装備変えようかな。かける。ああ出てきた。あ。あ。気をつけて。無駄に食らった。よし行こう。雑魚敵もロックオン使ってんの？僕は使ってます。使う派？どっちでもいいっすよ。はい、使っていこう。覗いてください。一撃もらいました。この先宝があるぞ。どこ？ねえよ。これじゃない？ブロードソード。いいね。装備品？わかんない。装備してみよう。どっちから来た？あ、バッテンマークついてるけど。あー、それね、ステータスによって装備できるできないんです。あー、ダメ。技量とか筋力とかでダメなんだ。変わってくるんですよ。そう、なんである程度決まったらレベル上げしに行くとか、うん、かな。ただ今できないんで、僕は死んだタイミングでレベル上げしてもらえば、うん、おいっぱいいそう。いっぱいいる。やばいのがいっぱいいる。ちょっと一体ずつやりたいですね。犬早えよ。なんか暴れてんだけど。降りちゃダメっすよ。はい、犬殺した。ワンパンじゃん。一体ずつロック取りたいんで。これロックオン遠いとさ、取れへんね。そう、できないですよ。射程距離あるんで。あー、もう一体犬が出てきた。来る。僕は遠距離攻撃します。来る、来た。来た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 。あ、来た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 。なんで後ろ来る。で、次、一体ずつ行きたい。あそこにもいんな。来る。投げない、投げナイフいっぱいある。投げナイフ引いて引いて、来る来る、一体来る。うわ、これ強いんじゃない？ちょっと。ああまずいまずいまずい。死んだ。フレーとか言ってるから。あいつ強いですよ。あ、回収した。 OK で帰ろう。どうやってどうやってどうやって帰るの？どうやって帰るの？頑張って頑張って帰って、かがり火のとこまで。そうそう。あ、そうか、手前でかがり火で死んだらそこでまた拾えばいいってことか。そういうこと？かがり火ったらセーブできる、セーブみたいなもんだ。まあその場で安全だったらその場でもいいけど、うん、やばかったらかがり火まで戻った方がいい。そういうことね。
ただかがり火はあの敵にロックされてると座れないから一回ロック切らなきゃいけない。なるほど。だからそれはもう任せます。一応その場でセーブしてそれ終われるんで。オッケーオッケー。だいぶ戻ってきてる、だいぶ戻ってきてる。あ、案外取れるよね。まあ、最初の方は大丈夫です。終了はシステム。よっしゃ戻ってきた、勝った。何やったらこれ、さあここまで来たらもうつえパーリーして、パーリー決めたろ。パーリーピーポーです。え、あ、ちょっと待って、なんかシフト長押ししたせいでなんか変なんでた。固定キー機能を有効にしますか、しねえよ。これでかがりビート、オッケーオッケー。感じですねこのゲーム。3300円取り返した。オッケー。で終わりはシステムの右かな、いっちゃ右。ゲーム終了。そうという感じのゲームでございます。なんでまあこれでほんと疲れるんでね、なんかまあ続けるか続けないかはエディさんが決めてもらって。ポンゲ次第。いやほんと結構ねあれがある、根気いるんでこれ全クリしようと思う。なかなか大変そうだね。そうなんで、うん、まあもういいやと思ったらいいですし、うん、疲れる、ただほんと疲れるんですよねこれ。